徳山商工会議所青年部声優会のオープン例会で、元明石市長の泉房穂さんの講演会が行われました。オープン例会は声優会の活動を市民に知ってもらうことを目的に、毎月開催している例会を市民に公開するもので、山口県内の商工会議所青年部の会員や地域住民などおよそ200人が集まりました。子ども本事業報告に続いて行われた記念講演会では、子育て支援の推進で町を活性化させた元兵庫県明石市長の泉房穂さんが、自身の市長時代に実施した取り組みを例に、地域の活性化について話しました。簡単や、決めたいだけや。明石は子供に行く、子供に金を使う、生きた金や。明石市が子供のいる家庭を応援したら、その金は生きた金として地元商店街で落ちまくったわけや。私がお伝えしたいのは、泉さんは自治体の活性化には、その町の得意分野を考えることが大切だと熱く語り、集まった人たちは真剣に耳を傾けていました。地域経済を担う、青年経済人という集まりなので、どんどんと地域に貢献できる人間を育てていくという場所でもあるので、どんどんといろんな企業さんに入会していただけたらなと思います。講演会の後には質問の時間も設けられ、集まった人が次々と泉さんに質問や感想などを投げかけていました。声優会の活動を知るとともに、地域の活性化についてより一層関心が高まる機会となったのではないでしょうか。